演させていただきたいと思います。皆様こんにちは、初めまして、謎のグラサン夫婦 M&Y と申します。7年ぶりに復活いたしまして、セミのように地下に潜ってたんですけれども、7年経ったので出てきたみたいな、まあ、そういう次第でございます。どうぞ自由に、はい、そして気まぐれ飛行船、リニューアルオープンおめでとうございます。6月から新しく出発されたということで、本当にありがたく思っております。こういう場所が、昼間できて本当に良かったです。数年前に、こちらで、お世話になったことがきっかけで、また今回やらせていただくことになりました。それでは今日はボサノバ生ギターと朗読で、ひとときお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。こちらにありますギターは1975年作、手作りのフェルナンデスゼロニモギターと申しまして、非常にまあ、はっきり言って高いものでございます。本当に、いい音が出ております。そしてですね、今から約50年前、最後のブラジル移民船ブラジル丸で、船でブラジルまで渡った男がいます。たった一人で、今は飛行機で行けるんですけれども、船でたった一人渡った男、それがこの人です。それでブラジルの音楽ギターを身につけてまいりました。特に学校に行ったというわけでもなく、コンクールに出たというわけでもなくですね、持ち前の明るさでその現地の人と仲良くなりまして、夜は日本人レストランで働いて、毎日毎晩ライブハウスとかナイトクラブとか潜り込んで身につけてきたことです。それでは最初に、皆さん大体ご存知のどっかで聞いたことあるなというイパネマの娘をお届けしたいと思います。オリジナルアレンジでありますけれども、どうぞお聴きください。ありがとうございます。それじゃあ。